2004年の高校サッカー選手権で本田さんが抽選をするときに抽選箱の中が見えていたから、あえて岡崎さん率いる強豪滝川第二を選んだとテレビ見たのですが、本当ですが、そうですね、なんとなく覚えてますね。あの時なんかあっていうのがちょっとだけ見えたので、うん、特に理由はなかったですよね。まあ、見えて、あ、これこの番号を取ったらあれ滝にきゃなっていうのは、うん、すぐ分かりましたね。はい、まさか岡崎とはあそこから腐れ縁になるとは思ってなかったですけど。